お化け屋敷。あの家でまた人が死にました。僕、名前は何て言うの?トシオ。亭主の佐伯武雄が妻の佳代子を自宅で殺害。この男の子、5年前に行徳不明になったまま見つかっていないんです。鈴見が写ってる写真が1枚もないんだって。どうなってんの?徳永夫妻の前にも、あの家に住んでいた家族や関係者が死んだり失踪したり。3人がね、覗くの。 何度も何度もね、行ったんですよ。あの2階の、あの子誰なんですか? 何が?